そこですとんでもない状況になってきました給付金があるのかないのかちょうど分かれ目の戦いになってきました給付金の最新の情報について今日も独自に調査いたしましたのでそこでお伝えしたいと思います今日は給付金について新しい情報が出たらすぐに知りたいと思っていらっしゃる方あるいは給付金の申請が始まったらできるだけ早く申請をして できるだけ早く給付されたいと思っていらっしゃる方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います新しい給付金の情報が出ましたらすぐにこのようにそこでお話しさせていただいてますので新しい給付金の情報が出たらすぐに知りたいという方はぜひチャンネル登録していただければと思いますもう今日はね早速いきたいと思います小泉進次郎氏が総理大臣になることでおそらく給付金は決定すると給付金行われると いうことは、ここまでの動画でお話しさせていただきましたが、つまり、小泉進次郎氏が総理大臣になるのかならないのかということが、この給付金決定に大きく影響があると。もうはっきりとします。小泉進次郎氏が総理大臣になれば給付金はありますと。小泉進次郎氏が総理大臣にならなければ給付金はありませんというところです。なぜか,か小泉次郎氏以外はこの 秋の給付金、年金世帯低所得世帯への給付金について誰も明言をしていません。小泉進次郎氏は年金世帯低所得世帯への給付金やりますというふうに明言をしていますとそこでこの小泉進次郎氏が総理大臣になるのか、ならないのかつまり自民党総裁選で小泉進次郎氏は当選をするのかどうかという今の状況について 速報でお話させていただきたいと思います。今日はちょっとパネル一枚なんですけども、詳しくやります。どのようなパターンが考えられるかというところと。そして、そのパターンの場合は、小泉進次郎氏が当選するのかどうかというお話です。まあ、誰が総理大臣になろうが、まあ、どの党が政権を握ろうが、はっきり言って、どうでもいいんですけれども。この給金が出るということについては、小泉進次郎氏以外は、その給金について。 お話をされている自民党のこの総裁候補というところはいませんのでこの小泉進次郎氏が総裁になるかどうかというところで年金が出るかどうかというところが決まってきますなのでこの年金あるいは低所得世帯への給付金というところについてこの小泉進次郎氏が総裁になるかどうかというところについて詳しくお話しさせていただきたいと思いますまず岸田総理は 8月の中旬に、まあ、自民党総裁選に出ませんというお話をされました。でその前に6月の中旬下旬ですね年金世帯低所得世帯への給付金というのを出しますよというふうに言っていた後これが決定する前にこの岸田総理は辞めますというふうな話になったので中ブラリンでこの年金世帯低所得世帯への給付金まあ我々秋の給付金というふうに呼んでいましたが この秋の給付金があるかないかということについて中ぶらりになっていましたそして、まあ、それについて内閣府の地方創生推進室に聞いていったところ、まあ、それは今検討されているかどうかというところも含めて、まあ、お話できませんという状態で本当に中ぶらりになって、まあ、これがあるかないかというのが分からない状況になっていましたただこの自民党総裁選の、まあ、その中でですね小泉進次郎候補が この年金世帯低所得世帯への支援金という形で検討していきますということを明言しましたので小泉進次郎氏が総理大臣として誕生すれば給付金決定と年金世帯低所得世帯への給付金をおそらく決定してくるということがありますほ他の候補についてはこの給付金についてお話をされていませんのでこの小泉進次郎氏にぜひ総理大臣になってほしいという状況なんですが。 必ずしも小泉進次郎氏がこの自民党総裁に決定したというふうな状況でもなくなってきました。どういうことか。もともと小泉進次郎氏は自民党総裁選で、ま自民党総裁選っていうのは1回目の投票と2回目の投票、ま決選投票っていうのがあるんですけれども、その中で1回目の投票で過半数を取ると、もうそのまま総裁として当選をするという形になります。 まあ当初は小泉進次郎氏のまあ人気がすごくあってまあ党員票といって自民党の党員がまあ小泉進次郎氏をほとんど押してくるんじゃないかということで小泉進次郎氏がこの1回目の投票で当選を果たすというふうにも言われていたんですがどうやらそうでもないという状況になってきたということです。自自民民党党総総裁裁選選についいいいいてて整理をしていきたいと思います自民党総裁選っていうのは まあ自民党の議員票が368票、そして自民党の党員票、まあ、日本全国各地にいる110万人とも言われている自民党の党員というのがいるんですけれども、その自民党の党員も同じ368票だけ持っていますと、その47都道府県の中で、まあ、この368票というのがまあ割り振られていて、ですね、まあ、その中の票数に応じてこの368票というのがまあ乗っかってくると。 いう形になりますそしてこの1回目の投票で1位だったらそのまま自民党総裁になるというわけではなくて自民党総裁選の1回目は1位の議員が過半数を取っていない場合は決選投票になりますという形です。で決選投票になった場合はどのようなパターンが考えられるかと今のところ過半数を取って1回目でまあ当選を果たすと。 いいうなうな候補は見当たらないその小泉進次郎氏ですら過半数を取って、まあ、当選決定というわけにはいかなそうなのでおそらくこの決選投票に行く可能性がまあ高いというふうに言われていますまあおそらく決選投票行くでしょうそして決選投票に行った場合はどのような形になってくるかというところが気になりますということですねで今の自民党の議員票国会議員の議員票と というところについて8割ぐらい動向が見えてきましたという TBS 系の JNN というまあ世論調査の会社のまあデータが出てきましたというところですねでそれによるとまあこのような状況になってますと自民党総裁選の各,各候補9人の各候補のそれぞれの議員票どれぐらい固めたかという状況が分かってきましたまあ小泉進次郎氏はまあトップですねまあ50人以上 以上ぐらいいを固めていると小林さんは50人程度をまあ確保してきているまあ小泉進次郎氏ほどではないけど50人ぐらいを固めてきたんではないかと林さんは40人前後茂木さんも40人前後そして石破さん高市さんは30人台ぐらいにとどまるんじゃないかなと河野太郎さんは30人前後それよりも少し少ないんじゃないかと上川さん加藤さんは大体いい20人ぐらい20人推薦人20人プラスアルファ まあ少し伸びたかなというふうな状況が分かってきました。で、このこれに加えて自民党の党員票、まあ、これと同じだけの割合で368票割り当てられているので、この自民党の党員票の動向というのがめちゃくちゃ気になりますと。で、この自民党の党員票の動向とか、まあ、その決戦投票どうなるかということについて、これからお話しさせていただきたいと思います。まず この決選投票の仕組みですね決選投票の仕組みはどのようになっているかというところなんですけれども決選投票はこの自民党の党員票と,このとしてこの47票が割り当てられるんですけれどもこの割り当てのされ方というのは1回目の投票でこれ何で47になっているかというと各都道府県票と。 いうふうな形ですね。この一回目のこの議員票の中で。えー、この。割り振られたこの議員の投票の数と。この一回目の自民党の党員票というもので。一位、二位というものが出ます。その一位と二位で。この決選投票を行うんですが。その決選投票は。その一位と二位の候補の。 それぞれぞの都都道道府府県県でででどちらが票票を取っていいいたかとととううことで都道府県票は決まりまりすという形です形ねなので例えばこの1位と2位の候補が小泉進次郎さんと例えば小林さんというこの2人で決まった場合は決選投票ではそれぞれの自民党の議員票それぞれどちらに投票するか自民党の国会議員がどちらに投票するかということに加えてこの決選投票 小泉さんと小林さんのどちらの方が票を獲得したかということで各都道府県で1票ずつ割り振っていくということになるという形ですね。でまあこの過去の決選投票の結果ということで言うと、まあ、1回目の投票で1位と2位というふうな状況だったものがひっくり返ったということも結構あります。 過去の決選投票5回ありました。その5回あったうちのなんと2回で1位と2位が逆転をしているというふうな結果になっています。なぜそういうことが起きるかというと、まあ今は派閥の縛りというのがあんまりないので、これぐらい候補がバーッと出ますと。なので、例えばまあ票もいろいろと分かれているというふうな感じになっているんですが、まあ昔は例えば2人、3人ぐらいが出ますっていうふうな派閥があるんでですね。 2候補3候補が出るっていうふうな状況だったのでまあ1位がまあ,あまり圧倒的でないという場合は例えば2位と3位が結託して1位を逆転するということでじゃあ1位2位3位ということでまあ小泉さんと小林さんの決選投票になるんだったらじゃあ林さんとしてはこの小林さんに投票しようということで小泉さんをまあ大きく超えていくと2位3位連合みたいなこともできてしまうわけですね。そういうのもあったという状況なんですが今回はまあ 自民党のこの候補が総裁の候補が9首も出ていて票もかなり分かれていて派閥の縛りっていうのはちょっと緩いような状況なので、まあ、この2位3位連合ということで1位をひっくり返すことが簡単にできるというふうな状況でもないんですが、まあ、今までにあった5回の過去の決選投票の結果では、まあ、この5回中2回というところはひっくり返ってきていると。 いうこともあるのでなかなか小泉進次郎氏が1回目の投票で1位を獲得したからといって必ずしも2回必ず、えー、この決選投票で1位を取ってくるというふうなことでもないというふうな状況になってきましたじゃあその党員票の状況はとこの1回目のこの、えー、368票を持っている自民党の党員票今どのような状況なんですかということですがこの小泉さんと 石破さもともと、まあ、動画でもお話しさせていただいてきたこの3子小泉さん石破さん高市さんこの3人でだいたい65%ぐらいの党員票を取ってますでいろんな、まあ、世論調査の会社によってはこの順位が変わっていたりするんですけどもそれぞれの候補が20%プラスアルファぐらい例えば 22%22%22% 22 22ぐらい取っているような状況です。でこの 党員票の22%っていうと、まあ、80票ぐらいになるのでそうすると例えば今のところ2位は小泉進次郎氏が1位で2位が小林さんなんですけれどもこの小泉さん高市さん石破さんで、まあ、80人ぐらいプラスアルファするというふうな状況なのでこの小泉さんと石破さんと高市さんこの3人のうちおそらく2人が決選投票になると。 まあおそらく小泉進次郎氏とあるいはこの石橋高市氏のどちらかというふうな形で決選投票におそらくなるんじゃないかなというふうに言われていますと。ちなみになんですけれどもこの小林さんがもし決選投票に来た場合小林さんがこの求金がやるかどうかっていうことについて気になるんですけども小林さんは この年金世帯低所得世帯への給付金ということについては明言していません。明言していませんというかやるということは一言も言ってないと。で小林さんはどういうことをやると言ってるかっていうと、まあ、介護ですとかあるいは保育といったようなところに、まあ、年内中に仕組みを作ってそういうところにまあ支援金給付をしていくというふうなことで言っているので、まあ、もしかしてこの小林さんが総理大臣になるというふうなことになれば年金世帯低所得世帯への給付金ということではもしかしたら出ない可能性も結構高いと。 ととといいううこころがありますということですねでこの決選投票になった場合の議員票の動向っていうのはどうなるかというところですね。でこの決選投票に、まあ、もしなった場合に例えばこの小泉進次郎さん石破さん高市さんということについては、まあ、大体3分,3分割してくるわけなんでこの決選投票ではこの自民党の党員票ということでは まあおそらくそんなに差がつかないだろうと小泉進次郎氏がもしかしたらちょっと取るかもしれないんですがあんまり差はつかないというふうなことが予想できますとそうなるとこの自民党の議員票2回目は47票しか自民党の党員票がないのでこの議員票っていうのがすごい重要になってくるんですけどももし小泉進次郎氏とこの石橋高市早苗氏このどちらかと勝負していくというふうなことになれば 他の候補ががどううななるかというといころが気になります、まあ、ちなみに一番おそらくこの議員の、まあ、上乗せができそうだなというところで言うとおそらく小泉進次郎氏になってきますというところなので、まあ、まとめると小泉進次郎氏が、まあ、総理大臣おそらくなるというところなんですが、まあ、その理由としては、まあ、やっぱりまあ派閥はなくなったのですがもともと付き合いの関係でこの議員を押せる押せないと。 いうところもありますどの辺が小泉進次郎氏を押してくるかというとおそらくこの加藤氏あるいはこの茂木氏というあたりは押してくるんじゃないかなというところですね。で小林氏がもし決選投票に残らないということになれば小林氏っていうのは、まあ、中堅若手の自民党の国会議員が押しているような、まあ、あの形になっているのでおそらくこの辺も小泉さんを押してくるという形ですね。まあ、50人100人 そして140人、160人という形なので、まあ、だいぶ小泉氏は自民党の議員票も上乗せしてくるというふうな形になってくるところです。この先ほども言いましたけど、決選投票になれば、この小泉進次郎したいこの2人のどちらかということになれば、この辺はあんまり差がつかないので、この小林氏、あるいは茂木氏、あるいは加藤氏の、この辺の議員が総辞党してくるということになれば、 おそらく小泉進次郎氏が総理大臣になるんじゃないかなというところが言えますとまあこれが決選投票の議員票の動向というところですね。もし先ほど言ったように小林氏が決選投票に来た場合はどうなっていくかというところなんですけどもおそらく小林氏がこの決選投票に来た場合っていうのはこの決選投票のこの自民党の党員票これが ほほぼほぼ小泉氏にに入るるような形にな形ののでこの小林氏は50票を約50票ですね、ないような状況で、半で追って戦うという風な形になるので、まあ、だいぶ苦しいんじゃないかなということです。先ほど言ったように、小泉進次郎氏、石橋、高市早苗氏で、この自民党の党員票というところについては、まあ、65%ぐらいを取っているような状況です。でその65の次その 河野太郎氏が4位ぐらいにつけていたりするんですけれども、この河野太郎氏はまあ5%ぐらいの議員票と、自民党の党員票というふうな形になっているので、おそらく小泉進次郎氏より小林野が勝つという都道府県については、おそらくこの小林の地元の千葉県ぐらいじゃないかなというふうに予想できます。なので、46対1という形で、45票ぐらいですね、45票ぐらいは小泉進次郎氏がまあアドバンテージがあると。 いう状況で戦うことになるので、もし決選投票の相手が、まあ、小林でない場合は分散されるんですけども、小林の場合はかなり厳しいというふうな状況になってきますということですね。まとめると、小泉進次郎氏は結局、首相になるかどうかというところについては、まあ、今の予想からしても、おそらく首相になるというふうに思っています。小泉次郎氏と この石橋高市さないしがもし決戦投票どちらかと戦うということになればこの小林氏あるいは茂木氏あるいは加藤氏というところがこの小泉氏を押してくるというふうな形になりますこのえ党員票というところではあまり差がないというふうな形になるんじゃないかなというふうに予想するからですというところですねであるいはこの小林氏と戦うということになればまあこの決戦投票のこの47票のうちまあ46票は おそらく小泉進次郎氏が獲得するというふうな形になるのでまあ45票の半で追って戦うということになるのでおそらくそれもかなり厳しいので小泉進次郎氏に軍配が上がるという形になりますつまりこの小泉進次郎氏とこの石橋高市氏との戦いになったとしてもこの小林との戦いになったとしてもおそらく小泉進次郎氏が勝って当選してですね総理大臣になると。 いいう,うな状況がだいぶ見えてきましたでそうなるとどうなるか小泉進次郎氏は年金世帯低所得世帯への給付金というものを明言していますのでおそらくこの給付金決定というふうな形になってくるんじゃないかなというふうに思ってます、まあ、ただ状況というのは刻一刻と変わりますのでまた新しい状況が出ましたらこのように動画でお話しさせていただきたいと思いますし まあ新たに調査をしてですね分かったことがあればそれも速報でお話しさせていただきたいと思いますそれからこの給金補助金に関しての動画出させていただくとかなりたくさんの方に再生していただいてますでかなりたくさん再生していただいているってことはまあ政治家の方もたくさんご覧になっていただいていると思うんでこの給金の実現に向けてぜひまあ少しでも近づけたいと思ってますのでまあぜひ皆様のご意見を賛成反対の一言だけでも構いませんのでぜひこのコメント欄に 一言だけでも書いていただければなというふうに思っています。そういった政治家の方にそういった意見を少しでも届けて、この給金実現に近づけていきたいなというふうに思っています。それから、まあ、給金に関する情報が出ましたら、すぐにまた動画でお話しさせていただきますので、また、えー、チャンネル登録をしてご覧になっていただければなというふうに思います。最後までご覧になっていただきまして、ありがとうございました。また給金の情報が出ましたら、すぐにお話しさせていただきます。ありがとうございました。